龍島全日本武術選手権トーナメント1回戦プロレス対日本拳法無鉄砲プロレスラー奥田圭介。ひたすらに強さを追い求める男は素手の格闘技ミャンマーラウェイも経験。怖いもの知らずのプロレスラーが巌流島に旋風を巻き起こす。対するは日本拳法の波動拳左全丸。全方位の実践型武道日本拳法を習得し、その中でも一撃必殺と言われる波動拳を操る男。この危険な拳を武器にトーナメントの頂まで駆け上がる。巌流島全日本武術選手権トーナメント1回戦奥田圭介対左全丸。青型173センチ75キログラム日本拳法左全丸。赤型175センチ85キログラムプロレス奥田圭介。主審梅澤勝。有効。赤型奥田選手に有効が一つ入ります。転落。赤型奥田選手に転落1ポイント入ります。胴体。寝技。転落。赤型奥田選手2ポイントとなります。寝技。転落。合わせ1本。勝者赤型奥田圭介。この結果をもちまして奥田圭介選手2回